はい。逃げるは恥だが役に立つ。これも本当面白いドラマですよね。で、第2話で星野く君が言っていたんですけれども、この言葉ってなんかあの、ハンガリー、ハンガリーの言葉だらしいですね。この動画ではこれを英語に訳してみたいと思います。はい。それではやっていきましょう。で、えー、逃げること。 えそうするとまず例えばエスケープとかあとランアウェイ色々あると思うんですけれどもまあ大体この2つぐらいが思いつくと思いますただエスケープは逃げるっていうよりこの脱出っていう脱出するみたいなそこから抜け出すっていう意味があるのでランアウェイを今回は使いたいと思いますで逃げることが恥なのでまあこれは同名詞にして running away と。で、それが恥だと。だから、shame.shame っていう言葉ご存知でしょうかね。running away is a shame と。逃げることは恥だと。でも、バットでいいんじゃないですかバット、えー、役に立つ。 はい。役に立つっていう言葉、何が思いつくでしょうか例えば、例えば、あー、useful っていうのがありますね。useful。あとはね、helpful この二つがあると思います。ただ、僕はこの二つ今回使うのやめようと思ってます。なぜなら、星野玄君が第二話でこんなことを言ってたんですよ。 恥ずかしい逃げ方だったとしても、生き抜くことの方が大切だって言ってたんですよ。で、それ聞いて、僕は、ユースフルとかヘルプフルじゃ、あこれ甘いなと思ったんですよ。なので、もっとこう、命に関わる系だと思ったんですね。だから、ここはね、僕は、はい。あの、セーブを使いました。セーブっていうのは、えー、セーブユー u とかで、 まあ、これを救うとか、助けるって意味があるんですね。だから、えー、星野玄君が言ってたように、えー、逃げるということは恥だけれども、それはあなたを救ってくれるだろう。要するに、生き抜くという、まあ、なんだろう、作戦だっていう感じで、多分玄君は言ってたと思うんですね。だから僕は、えー、こうしました。Running away is a shame, but it saves you. それでは。 ツイッター見てたら、ラブトランプスヘイトっていう言葉があの話題になってて、この訳を、この日本語訳を、えー、日本テレビさんがなんかかなり間違ったとか言って、あのちょっとネットで今話題になってるんですね。で、その記事を読んでみたら、中高生でも訳せるのに、要するに間違ったという言い方をしてるんですね。 ただこれ、ぶっちゃけ難しいです。中高生でも訳せるとは僕は全然思いません。えっ、ー、と、まずその理由は、トランプっていうこの動詞、なんとかに勝るとか、なんとかに勝つっていう意味があるんですけれど、まずこの動詞を知ってるえ中学生もしくは高校生、まず中学生だったら僕はいないと思います。で、高校生でも、 相当英語を勉強してる人じゃないと、なかなかトランプっていう単語を見て、ああ、勝るって意味でしょって、なかなかいないと思います。だからまずは単語が難しいっていうこと。で、次。これをね、あの、トランプ大統領、トランプ次期大統領のトランプとかけてるわけですよ。だから、要するにこの文字を見ちゃうと、ああ、あの、 トランプさんの名前だよねって、これ名前だと思っちゃうんですね。そういう、そういう引っ掛けがあるので、トランプさんの名前だというふうに勘違いしてしまうと。これが二つ目。えっ、ー、と、あとね、これ、ヘイトっていうのは確かに、えー、中学校で習うと思います。要するに何々が嫌いだっていう、えー、動詞ですね。ただ、えっ、ー、とね、これをね、えっ、ー、と、憎しみ、憎しみだっていう名詞がある。 っていうことも結構気づきにくいんですよ。どっちかっつったら大嫌いって習ってるのでこれが憎しみという名詞であるってなかなかこれも気づきにくいんですね。だからまあそのウェブ上には中高生でも訳せる英語を間違えたって書いてあったんですけれどもまあ中高生には訳すのは難しいと思いました。